皆さん、こんにちは。本日は、子役アイドル、女優エッセイスト、四段飛びに成功した大女優、書籍、私の都政日記上下を読んでというテーマでお話をしてみたいと思っております。今回はですね、高峰秀子さんのお話ということでさせていただきたいと思っております。高峰秀子さんというのは、1924年から2010年まで生きておられた日本を代表するですね、 戦後の日本を代表する大女優ということで知られております私はですね高峰秀子さんのは結構何冊か読まさせていただいておりまして高峰秀子さんの養女である斉藤明美さんという 明美さんという方が書かれたものも含め、えー、数冊読んでおうということですね、えー、しかし、まあ、高峰秀子さんといえば、まあ、代表作的な形でいうと、やはり私の当選日記ということになるということで、とりあえずこのタイトルを書かせていただきましたが、まあ、数冊のです、ね、高峰秀子ものの書籍を読んだ上でのトータルな感想という形でお話をしてみたいと思っております。 まあこの方はですね本当に女優だけでも本当にすごいという感じなんですがあ人間的にもですね、まあ、思想とか考えとか行動とかそういう部分でも文筆家としても非常にこう魅力的な人で、まあ、基本的に非常に頭が良くてね再起にあふれる方ということそれだけではなくね人間としても一本筋の取った粋な人というところがあると、まあ、映画のファンというだけではなくね彼女の人物のファン著名人とか あ政界とかね、えー、芸術の世界とか作家の世界とかそういう人でもですね、えー、彼女よりもはるかに年上の人でもお、まあ、そのファンがたくさんいたということなんですね、えーまあ、そういう形で魅力的ではあったんだけどやはりでもなんだかんだ言ってあまり近づきやすくは近づけないというようなねそういうピリッとした部分を持っている方なんじゃないかなという印象を持ったということですね。 今回はそこら辺のことをですね、えー、まず以下の5つのポイントということで、そこら辺を柱にしてお話を展開していきたいなと思っております。1、子役アイドル、女優エッセイスト、四男飛びに成功した大女優。2、女優業が嫌いだった大女優。3、幸せを獲得するために旦那をさでたた女優。4、傑作映画浮雲について。5、実は密かに意識していたライバルがいた。 という感じで進めてみたいと思っております。えー、本題に入るまでですね、私はこの人は皆孤独な旅人の他にもう一つの YouTube チャンネルを持っております。ヨネア漫画といって本業のイラストの描写を中心にギターの弾き語りなどを超えたコンテンツを配信しております。こちらの方はさらにクリエイティブ色の強い内容となっております。あと Twitter では女性とか猫のデッサンを頻繁にアップしております。ともに解説欄、 にリンクがございますのでご興味がございましたらよろしくお願いいたしますご連絡コメントは facebook のメッセージまでお願いいたします1子役アイドル女優エッセイスト4段飛びに成功した大女優まあ、えー、先ほども申しましたが戦後の日本を代表する大女優さんということで高見ひどこさんという日方はどういう,うまあ 人生を送られてきたかということをですねえ。大雑把に言わせていただきますと。とまあ、子役からですね。大女優へ成長したというようなあ。ま稀、あ、有な女優さんということになりますね。なかなかですね。えー、まあ、映画の世界のジンクスでは子役から大女優になった人はいないというふうに言われているんですけど、それをね破っただけではなく、その後もですねえ。性質としても成功したということですね。 第二次世界大戦の時に、まに、あ、その前に生まれまして、第二次世界大戦を挟んで、ですねその後も女優として成功したという形ですね。 もともとは北海道の生まれだったそうでかなり裕福なお家だったそうなんですがしかし、まあ、お母様がですね体調を崩して結局、育てられないということで養子として東京で生活することになったということなんですね5歳の時にですね、まあ、偶然のことが重なって蒲田の撮影所で子役オーディションということで子供を求めているということでそれを受けさせてみたらですね非常に勘がよいというような形ですぐ採用されたということなんですね。 そしてですね、どんどん演技力を発揮して、たちまち引っ張りだ子役さんになったということなんですね、その特徴は、ですね、ずば抜けた記憶力の良さにあったということなんですね、まず自分のセリフだけではなく、共演者のすべてのセリフまでを覚えていたというんですね、ある時、まあ、あの彼女よりも全然年がいった他の共演者がですね、セリフを覚えてくることができずに、ですね、セリフが出なくてつっかえているときにですね、 えまあちっちゃい可愛らしい高峰秀子さんが、こうこうこう言うんだよ、そこはここよとか言って教えてくれるというようなことがあったというぐらい、ですね自分だけではなく、他のセリフを覚えていたということなんですね、そして驚くべきことに、ですね彼女はその頃ころ、ねえー、もんもであったわけですね、要するに字が読めなかったというんです、もう5歳,5歳ですから、学校に、小学校に通う前ということで、その前から、ですねもう女優として仕事をしていたというわけなんで、当然、学校になんか行けなかったわけですね。 え母親、えー、まあこの場合義母ですけどね、えー、は極端なまでの、ね、ステージママで、正直言って、うん、まああの子役として儲かってくる収入の方に結構欲がこう張っていたみたいなところがあって、ですね、えー、まああの娘を学校に行かせるというよりは、とにかく、えー、まあ映画に出させるということに熱心だったというところがあったみたいで、ですね、えー、まあろくに学校をに行かせなかったということなんですね。 中学に通うぐらいの年齢になって、ようやくですね、学校に通わせてもらえるようになったんですけど、やはり女優業が忙しくて、結局、長続きしなかったということなんですね、本当は勉強とか結構好きでね、あとはその同年代のお友達と遊びたいということもあったんですが、結局、それもです、ね、なす遂げることができずに、ですね、結局、女優業をずっと続けなければいけないと。 しかしその頃からですね読書をする習慣を身につけたということなんですね。それはも,もちろん、独学ですね。自分で独学で読書をするようになって、そして非常な読,読書家になったと、まあ、そういうようなあ勉強熱心な部分も非常にあったということなんですね。そして第二次世界大戦になった頃にはあ、ちょうど彼女もねアイドルというような年齢でですね。えーまああの 非常になていうかな繊細で物憂な感じの憂いのあるような美少女といったようないでたちというふうになりましてまさしくね可愛い境ということでたちまちこう兵隊さんのアイドルになったということなんですね、えー、当然遺問にもあちこち駆けつけたというような生活になったということです2女優業が嫌いだった大女優 そして第二次世界大戦が終わって、えーまあ、20代になると今度はですね、えー、女性の魅力というものが出るようになりまして演技的にもどんどん開眼するようになってくると真摯に一生懸命演技に取り組むようになってですねそれまではアイドルで来た仕事をとりあえずこなすというような形だったんだけど演技とは何かあ、まあ、セりフとは何かしゃべるとは何か声を出すとは何か歌とは何かということをです、ねえー、きっちり勉強するようになっていって女優としてもさらにどんどんステップアップすると。 いうようなな感じなんですね、えー、まあ彼女自身は30過ぎたぐらいでですね、えー、まあの女優業をどんどんスクショしてってあまり出なくなってくるということなんで30歳手前辺りがですね、えー、まあキャリアのピークというような感じになるわけですね。 この時にですね当時、日本を代表する映画監督たくさんおりましたがあ成瀬みきさんと木下圭介さんというですね、まあ、大監督この2人にですね非常に迷惑をかけられましてこの2人の作る作品交互にですね、まあ、頻繁に出るような形で大車輪の活躍するということですね。ねそして当然 主演ですよね主演クラスでこの名監督の作品にどんどん出演するようになっていって名実ともに日本の大女優というような形になっていくということなんですねしかし実はですね彼女は映画女優と仕事をとても嫌っていたということなんですねこれは私の勝手な憶測なんですけど結構ねこの方は HSP だったのではないかと思います SP とはハイパーセンシティブパーソンということなんですけど非常にこう繊細な人デリケートな人ということですねだったのではないかと思いますね大体いい、ね、こういう女優さんとか、まあ、芸術家とかミュージシャンもそうですけどちょっとですねかなり独特の世界繊細な世界とかはかない世界とかそういう細かなものを作り上げる人っていうのは大概はですね hp HSP ですね hsp という人方々はですねまあ、繊細なだけあってですねまあ、大体78割は内向型ですね人と接するのがあまり得意ではなく一人でいたいというような性格の人が多いと思いますねたまにですね HSP で繊細なんだけど外向型で積極的に外に出ていくという人もいるらしいんですけど、まあ、基本的には内向的な人が多いということでそうしますとですねやっぱりこう 鈍感な人とかね、えー、あまりこう、なんていうか、細かいところに気が回らない人っていうのは、人と接しても大丈夫だけど、細かな人っていうのはですね、やっぱり人と接していると疲れてしまうというところがある、才能はあるけど疲れるし、才能はないけど疲れないというようなね、えーまあ、矛盾した部分があったりしますけど。 ですから、やはりね、これだけ天才的なセンス、才能を持っている人というのはどうしても HSP になりましてそうしますとどうしてもですね、やっぱりこう人というと疲れるというような形になって特にね、チームワーク男社会という感じの映画界にずっとですね、1人で女性としているというのはなかなか疲れるししんどいという部分もあったんじゃないかなという,ふうに思うということですね。 そしてそれだけではなくですねやはりただたくさん人がいてそこの中のチームワークというのではなく、まあ、映画の世界ですからねあビジネスの世界ということになりましてえ地味猛烈の海戦山戦の大人たちがですね 金とか欲まみれででやるわけですね、えー、まあ地位名声を争ったり権力を争ったり出世欲とか承認欲求とかそういうのにまみれた人たちがですね、まあ、うようよちょうよう蝶々発しているわけということになりますんでそしてええ子聖水不沈の非常に激しいね大人の世界という感じでですねそこでやっぱり 儚げな少女はですね孤独に耐えてこうずっとやってきたという感じになりますね。えですから、やはりね相当なこうストレスとかあ孤独感みたいのはあったんじゃないかなということですね。ただの子役だったらまだ大人に甘えてて大人に言うことを聞くだけだったらいいかも。 だかからいいかもしれませんけどねやはりお金になるスターお金になる子役お金になる大スターということになりますとまた人の戦い争いみたいなものとかね、えー、まあ、そういう画策みたいなものとかというものがいろいろとあるという部分でそういうものにも対処していかなければいけないというような生活を送っていくとやはりねまあ女優という生活もちょっと嫌になってくるという部分が あるのもいいしかたなななんじゃないかなといいう,うに思いますねもともと非常にこうクレバーな人なんでえ嘘とかね偽りみたいなものをパンとこう見抜くような鋭い目を持っていたというところがある人なんでなおさらなんじゃないかなというふうに思うわけですねですからあー高見秀子さんは30歳になったら結婚してこの映画業界から足を洗いたいというふうなことを常々思ってそれを着々と実は,実は実行していたということなんですね。 まあもちろんどういうふうにというとですねやはりいい相手を見つけて結婚するということなわけですね。それで高峰秀子さんのですねまああのロマンスということで有名なのはですね実は意外な方。 になっているわけですそれは誰かというとですね黒澤明という方ですね、えー、もちろん知る人ぞ知るですね日本映画界の巨匠、監督ということになるわけなんですけど、あこの方と実は恋愛をしておりまして、えー、まあ結婚一歩手前まで行ってたんじゃないかなというようなお話があるということなんですね。 少女時代に出ていたあ傑作、有名な映画で、馬という映画があるんですけど、まあこの辺の映画に出演していたときにです、ね、助、えー、監督をやっていたのは、まだ若き黒澤明ということで、ですね、えー、この頃からですね2、えー、人はやはり相性があって、えーまあ、ロマンスが実は芽生えていたという、恋愛の気持ちがお互い持っていて、非常に強かったということなんですね。 しかし、今い,いろんな大人の事情みたいなものがありまして。これは結局ねえー。成就せず、悲恋として終わってしまったということなんですね。そして、えー、その後に白羽の矢が立ったのが松山善三さんという方ですね。まあ、これはですねえー。高峰秀子さんよりも一歳年下の男性ということなんですけど、この頃はですねえー。助監督をやっていたということなんですね、えー、まだまだ要するに何て言うか下っ端というかですね。えー。スカイパシリみたい。 映画の世界で助監督といいますと、あもちろん脚本家として成功するというようなことを夢見たんですけど、まだまだですね、えー、一生懸命働いてるだけの青年という感じで、無名の青年だったということですね。 しかし、ですね、えーまあたげえー、木下圭介さんというのはですね、えー、非常にこう周囲に自分の身の回りに置くう青年たちをですね、えー、美青年をめ,めでいていたというところがあってそういうのが有名でですね、えー、木下圭介の周りには美青年しかいないというふうに言われていたぐらいのあ方あなわけなんですけどその一員となるぐらいなんで、えーまあ、写真とかで見ましてもですね、この松山善三さんというのはあ若い頃ろは2枚ぐらい俳優ばりの美青年だったわけですね。 しかし、一生懸命ね、黙々と働いて、真面目で地道な仕事ぶりに、まあ、将来性を感じたということで、高宮英子さんの方から、ですね松山善蔵に近づいていったということなんですね。当然、松山さんとしてはですね、は、ま、る、あ、か見上げる大スターなわけですね、自分は全く無名の存在ということで、全くバランスが取れてない結婚だったんですけど、まあ、めでたくゴールインしてということになったということですね。 3幸せを獲得するために旦那を育てた女優。 そして、えーまあ、あの松山善蔵氏を脚本として、えー、一人前にせようと成功してですね、えーまあ、あの一生懸命、えー、一家の大黒柱になってもらおうとおいうような感じでですね二人は力を合わせて結婚生活を始めるんですけど当然、まだまだ心もとないんで、えーまあ、女優としてのですね、えー、生活を続けるわけですね。そっちの方で、えー、生計を維持していくと そして、ですね旦那さんが徐々に力をつけてうまいことを一本出しするようになったらまあ引退していくというような計画を立てたということなんですね。そして松山市はそれに対して猛烈なね努力をして報いて努力をしてどんどんね実力をつけていって頭角を現すようになりまして脚本家としての地位を確立していったということですねそしてで,ですね。えー 高見弘子さんは女優を引退して、まあ、専業主婦的な立場になっていたということなんですね。 そして、えー、高峰秀子さんは、非常な読書好きだということは、先ほど言いましたけどね、1、えー、人でいる時間はほとんど読書に当てていたということなんですね、あとお掃除とかも大好きで、常に部屋はピカピカで、料理の腕も抜群であったということなんですね、まあ、要するに凝り性で研究熱心ということだったのかなというふうに思いますね、そして本を読んで、えー、結局それがです、ね、病を講じて、えーまあ、自分で文章を書くようにもなるということですね。 そしてエッセイスト、コラムニストとしてもですね独自の世界を展開して、どんどん人気コラムニストということで、ベストセラーも出して活躍するようになったと。 いろんな人がですね、まあ、有名な女優さんの本なんでどうせゴーストライターを雇っているんだろうというふうに見られていたんですが実は本当に彼女が書いていてそれはですね尊重即位の作家さんでも太刀打ちできないような素晴らしい文章ということになっているということで多くの人を、ね、驚かせたということになっておりますね。独独自自のの視点と独自の文体で人気作家にになって、それ以外にも、 雑誌とかでね、人生相談の依頼を受けたりとか、あとは美的センスもありましてね、骨董の見る目もあって、古美術みたいなものも扱っていたりとか、絵も結構うまくてね、自分の書籍にイラストをつけて描いていたというようなこともしていたという、極めて多彩な部分を持っていたということですね。 それ以外にも,もうそうそうたるね人脈も持っていたということなんですね。えー、まあ大画家で知られている梅原龍三郎さんという方、イラストレーターで知られている中原純一さん、これはまた藤田嗣治さんというね、えー、ヨーロッパ、フランス在住の,のい絵描きさん、あとは、まあ、作家でいえばり竜太郎さんとかね。 まあ、そういう人たちともね交流があり、非常に、です、ねえー、なんていうかな、あのただのね可愛い,い子ちゃんを扱うというよりは、1、まあ、人のですね立派なあ知的職業人ということで、ですね、えー、まああのお互い尊敬を持ってですね接し合っていたということなんですね。特にこの梅原龍三郎さんという、まあ、画家の大御所とは、ですね非常になんていうか、息がありまして。 父親と娘みたいな感じになって、ですね、かなり色々と世話焼きまでやっていたということなんですね。まあ、高見日子さんの性格というのは、非常にですね、さっぱりしてて、頭の回転が速くて話が面白いと、そしてイエス、ノーとか好き嫌いはっきり、ね、明確に言う人というところがあったということなんですね。えー、まあ合理的な考え方を好みで、無駄とか、体裁とか、ね、虚飾みたいなものを好きじゃなかったと。 女優さんというとですね、えー、まあの取り巻きとかいうものがいて、えー、周りにですね、まあ、もちろん売れっ子になった場合ですけどそういうですね爽やぐみたいな人とかアシスタントとか弟子さんとかね、えー、そういう取り巻きを持つ人が多かったりしますけどあまああのそういうものを非常にこう嫌っていたということなんですね。えー、まあ あとは女優さん同士の関係とか映画関係の人同士との付き合いということもねあまりしていなくて最低限に絞っていたということなんですね、あまり目立つ人同士セレブ的な付き合いというものあまり好きじゃなくて、ですねむしろこう映画の場合は裏方とかスタッフの人に手厚かったというようなことをよく言われております。 基本的にですね、非常にやっぱりこう、け眼が鋭い部分があったので、まとえたことをね、短い言葉でズバリと言うというような性質がありまして、だからそれこそね、怖いというような形で見て取る人もいたということなんですね。 先ほど言いまました女優、まあ子役の時にね、一緒に活躍していた徳川無生さんというね、えー、まあ役者さんがいまして彼女が娘時代まだ子役時代にね、おじいちゃん役として出た。 あまあ後にですね、えー、朗読とか、ラジオの朗読とかでも一斉風靡する方なんですが、そういうおじいちゃん役の男優さんがいらっしゃるんですけど、その人もです、ねえー、子供の頃の高い峰の兵力を見て、ですね彼女は頭が良いと、でも頭が良すぎてね、かわいそうになるぐらいだというようなことを言ってたということなんですね。 確かにね、彼女の辞典的なものをいろいろと見たりすると、ですね、記憶力がすごくいいんですね、例えば5歳の時に映画のオーディションを受けたというようなことを先ほど述べましたが、あこの時もですね、その時の自分が着ていた服の種類とかね、そのオーディションの様子とか、どういう人がどこに立っていたかということを、ですね、非常にことも細かくですね、解説するわけですね、全部覚えていて、その時きの、ね、様子もなんか、馬の顔の2倍ぐらい長い顔だった人、あの人 みたいな形でですね非常になんていうかコミカルで、えー、適切なこう表現でですね、えー、面白くお話をするという能力を持っていたということなんですね。まあ,あのこの特性はですねチャールズ・チャップリンとかも自伝を書いた時やっぱり非常にこう正確にですね過去の思い出を語っていたというところがあってもしかしてね、えー、まあ、こういうなんていうかあ演,技の演技の才能とこういう いう手の記憶力というのはどっかで通底するとこがあるのかななんて思ったりしたわけですね。4傑作映画浮雲について、えー、まあここ からはですね、ここら辺はまあ私の個人的なまあ話ということになるんですけどお、まあ、あの高宮秀子さん,うん女優さんとして私もねすごいなとは思うんですが個人的にはそんなにね好きではないというかもっと好きな人は結構他にいたりとかするんですが、ねまあ、演技は上手いとかそういういろんなあの役ができるとか憑依的な女優さんだというようなことも分かるんですが、まあ、個人的にはまあ容姿も含めてあと声がなんとなくねダミ声みたいな感じで。 あまりいいなとは思わないんですけどあもっと、ねえー、好きな女優さんがたくさんいるというような感じではあるんですがあ個人的にすごく好きだったのはです、ね、1955年に作られたの「浮雲」という映画なんですね。成瀬幹雄さんという、まあ、監督がいらっしゃるんですけどこの映画には非常にこうショックを受けたということですね、えーまあ、第二次世界大戦のときにです、ねえー、海外赴任にタイピーピストとして海外に赴任していたと、ねえー、まに、あ、若い高峰秀子がいたわけなんです。 ですけど a、えー、まあそこにですね、えー、まああの渋いダンディの男の人がね、えー、来まして、えー、まあ当時30代前半ぐらいの人はですね、えー、それがまあ最終地なんですけどその人も不倫されましてまあそこで結局不倫関係に陥ったというようなストーリーですねえー、男は妻がいるんでね、えー、まああの いう形だったんですけどま男女の関係になってでも戦争が終わったらね日本に戻って結婚しようというような誓いをしていたんですけど結局ね戦争が終わって日本であってもね結局男は妻と別れることはなくねずる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 と不倫を関係を続いてあっちこっちってずる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 結局それがずる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 ですね断ち切ること男も女もできずにですねどんどんと自滅していく映画というようなね夢も希望もないような本当にだらりとした映画。 なんですね、えー、しかしですねストーリーがじゃあなんかこうめ愛があるのがあるかっていうとそうでもなくね本当にひたすらずる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 する映画なんですけどまたこれがすごくよくてですね大人、えー、は森正行さんという、えー、まあダンディで、えーまあ、憂いを秘めたですね二枚目でまあちょっと知的でいなせでみたいなところがあるというような男性なんですけどまあ、このお方も私も個人的に非常にこう好きな俳優さんなんですけどまあこの人とですね、えー 高峰秀子さんのは演技のやり取りが本当に素晴らしいなという映画で、何度も見たいと思った映画ということになりますね。5. 実は密かに意識していたライバルがいたということになりますが、 まあ女優として成功して幸せな家族を作って家庭を築きねまこうだからにこそは恵まれませんでしたけど晩年までですね不祥不随で仲良く暮らして人間としてもこう素晴らしい生活素晴らしい人生を送ったあということなわけなんですけどそして高見日枝子さんは生涯にね300数十本の映画に出演したということでそしてそれだけではなくねその中の ほとんどが、ね、主役、主演クラスというものだから、いくらね、えー、映画、黄金時代、映画が量産された時代の方とはいえども、とてつもない数字ということになりますね。しかしですね、えー、まあ、実はね、ライバル的な存在の人もいたということなんですね。えー まだね、アイドルだったぐらいの頃にですね、まあ仕事が次から次へと来るし、それをこなすだけで精一杯みたいな形で、一生懸命演技をしようとはしなかった、まあ天才ですからね、えー、もうそんなことあんまり意識しなくても、こなすだけでも十分だったわけなんですけど、その時にね、えー、あ,まりあまりそんなに、まあ、当時は有名だったわけでもないね、えー、そしてさほど美人でもなかったような、主役でもないようなあ女優さんがいまして、その女優さんが出てね、それもなんか映画の本当の一部なんですね。 一部のちょこっとした印象的なシーンがあって、その女優さんがですねそういう演技をしたわけですね。それをちらりと見たときに、ねあ、この人はとてつもないすごい人だと、私も、ね、年代的にはそんなに変わらないんだけど、とてつもない人だというふうに思って、私もこれはもう演技を一生懸命やなきゃだめだと。とにかく 一生懸命頑張ろうということになってから演技を一生懸命勉強するようになったということなんですね。その女優さんはですねなんと杉村春子さんということでね、えー、もちろんその後からどんどん有名になってですね うんまあ、推しも押される大女優になっていくわけなんですけどやはりですね「えーまあ、天才は天才を知る」ほんのね大した有名じゃないようなワンシーンで衝撃を受けてがらりとその映画に対する演技に対する姿勢を変えてしまったというんですからね、えー、まさに「天才は天才を知る」というエピソードそのものなんじゃないかなというふうに思ったということですね。というような形で、えー、今回はですね「子役アイドル女優エッセイスト」 四段跳びに成功した大女優書籍、私の都政日記上下を読んでというテーマでお話をさせていただきました。長い時間お付き合いいただきましてありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録とかいいねとかをやっていただけるとありがたいと思っております。では失礼します。